スパイファミリーコラボ経験値40倍かなりヤバいです。はいどうもしげにしチャンネルのしげとにしちゃんです。今回の動画なんですけど、現状最高効率のイザナミ周回編成持ってきました。ベルがある人は時給1900万から2000万ぐらい経験値を稼げるイベントなので、何があってもやった方がいいです。意外と知られてないんですけど、メインでイザナミ張れる分のショコポイントがあれば、サブでベルを鳴らして参加することによってメインのショコポイントを減らさず周回できるので、僕たちはありったけのベルを使って周回するつもりです。ベルない方でもコラボクエ周回することでベルの間ぐらいの時給はあるので、今回のコラボスルーはもったいないです。早速編成紹介していきたいと思います。ほな行こか。ほんで編成なんですけど、はい、これが実際に俺も使ってる周回パーティー、最速パーティーです。おお。編成がカグズチルシファー宝星天リドオーラ姫、はい、で初手が縦右で打って、これは配置か、これはもう配置に向かっていると。でこれも2手目がルシファーとかじゃないと、いい感じに配置できひんやな。友情が早すぎても配置できひんっていう上でルシファーを使ってますと。なるほど。で2手目はこれでもうレーザーで雑魚処理を一気にして、宝星点強っ、めっちゃ強いなこいつ。で、はいはい、3手目がこれも時短ポイントで右下に挟まって、でこれ宝星点の友情だけでやれてるから、ハイエナさ前にボスは沈めてると。なるほど。で4手目は貫通やったら、まあこういうことも、でここもルシファーに当たらんと宝星点のみで突破することでタイムが早なってんのか、時短してんのよ。あで5手目で、まあまあまあ、来るか来るか来るか、ワンパーン、こういう感じだよね。そうで、これがタイムが何秒ぐらい、だいたい47から9ぐらい。なるほど。一足ちょっとやっぱ抜けて早いと。ほんで、はい、カグズチ軸なんやけど、はい、まあやってることは変わらんねんけど、はい、ちょっとタイムは遅い。ただ編成が組みやすい編成がこちらになってます。エデンエデンでいけんやな。そう、エデンエデンでいける。爆発やったら、爆発やったらええやな。もう何でもいい。宝星点実際俺持ってへんしな。結構な持ってへん人もおると思うから。これでも遅くなるポイント言うたら、どこ何でその変わってくるの、宝星点と。まあ3手目の、いや変わってくるって言ったら正直もう友情でこのハイエナさが遅いっていうだけで、だけほんまにちょっとしか変わらんから全然。まあ 3P でカンカンして止まってるところとか、そういうところの速さが変わってきて、何秒ぐらいなんやろな、言うて、まあ、言うて2、3秒、うん、そんなにも変わらんのちゃうかな。1秒ぐらい変わるか変わらんかっていうところで、ただこの期間が長いからこそ俺は最速を求めてやりたいなって感じで、ちょっとでも早い方が周回数上がるでね、重ねた時に上がるしっていう感じで、まあ、初手に関しても同じとこ打って、でも234は友情で戯れるっていう感じ。なるほど。ほんで目印なんですけど、はい、初手はここ、はい、ここ狙ってもらって角寿司を上に配置しますと。はい。で2手目の目印は、目印というか打ち方だけ、うん、気にすることは 3P を右にずらすこと。なるほど。当たりながら右に 3P をずらすと。まあ、目印はなく、うん、縦右ずれやね、ただので 3P も目印っていう目印はなくて、まあ、縦軸で右下のリドラの下に入っていくと。なるほど。でこれ4手目の目印が、宝星点当たるだけと。ないな、宝星点当たるだけと。なるほど。で5手目の目印なんですけど、はい、目印というか、まあここここここなんです、ここです、倒せます。なるほど。目印っていう目印がないけど、はい、こんな感じでございますと。ただ、はい、注意点があって、はい、この角槌の位置によって打ち分けがちょっと必要になってくると、うん、でこのように画像のあるようにイザナミの真上に角槌がいる場合は、はい、右の画像のようにリドラの数字の攻撃弾の2をかぶせるように打ってください。でワンパンできると。はいはい。でさっきの動画のように角槌がこのイザナミの頭よりちょっと右にずれてる場合はここを狙ってください。注意点なんですけど、はい、弱点が来なかった時はゲージをつけて
弱点が来た時はゲージを外さないとワンパンできないので、紋章とかつける際はゲージ必中は NG で、最後に、はい、ルシファー軸の脳死編成紹介していきたいと思います。はい、まあもう当たってくだけなんよねまあみんな分かってるとは思うけど、もうずっとルシに当たって最後にフォンフォンの守護獣を打つだけと。ただ僕もこの編成使ってたんですけど、まあ、ルシを下に配置しとけばいいのは分かってんやで分かってんやけど、こう適当にやってしまうがゆえにダウンブラストがイザナミに当たってしまってワンパンできひんってことがしょっちゅうあったもんね。やらかしてしまってて、んで僕は最終的に格土編成に落ち着いたんですけど、どうなんやろねこの編成。まあ決め打ちが苦手な人とかながらでやりたいって人にはおすすめやけど、まあ周回速度もフォンフォン打ったりしてちょっと遅い上に、ちょっと遅めにはなると、しかもまあルシファーの位置によってはワンパンできひんってなると、まあ俺は確実使うかなって感じだなただこういうのもあるよっていう形で、まあでも楽やしそこはいいよね。そこはいい。こんな感じで編成紹介したんですけど、参考になったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。正直ゼロからでもランク2000狙えるくらい神イベなので絶対にやりましょう。ほなまた。